時間になりましたので始めさせていただきます皆様こんにちは公認会計士試験論文,論文式試験ですね特別イベント租税法改正論点の概要講座始めさせていただきます担当アレクセン二講師の高田ですどうぞよろしくお願いいたしますではお手元の方にですねレジュメのご準備をお願いいたします表に租税法改正論点の概要とね入れさせていただいているレジュメになります で本日です、ね、で3000目プラス国際課税という形でですね少しレジュメの方用意をさせていただきましたのでその内容ですね見ていくことにいたしましょうでは、恐れを入ります画面の方プレゼンターの方に切り替えさせていただきましてでではですねページめくっていただきまして内容の方ね早速ですが見ていくことにしましょう。 租税法の改正論点の概要ということで、一、まあ、番、二番のところはよろしいかと思います。え本試験です、ね、えにおける事業年度と、今度は十九目標ということで入れさせていただいています。まあ、法人であれば、平成三十年四月一日から三十一年三月三十一日ですから、三十一年三月。 3月期ですね。えー、という形でそれから個人・個人事業者においてはあ所得税法ですね、えー、平成30年分と、まあ、今までの本試験の流れでいくとそのようになりますねということそして改正について特段ですね、えー、まずは試験範囲の改正変更は ありませんでただ、この2行目ですね、租税法に関しては、31年1月1日現在施行の、ね、法令によりますということでありますので、ですからですね、ちょっと先行って申し訳ないんですが、19ページというところ、ちょうどここがですね国際課税の内容なんですが、ここ、変更が入っています、いわゆる高級的施設と、ね、呼ばれるその定義についてね、少し改正が入っています。 でそれは適用がですねすみませんちょうど今十九ページ移させていただいていますが下から二行目法人税に関しては三十一年一月一日以後を開始する事業年度の法人税について適用なんですですから最初に見ましたね事業年度を考えるとあのここはですねあの。 改正の内容は、あまあ、該当をしないのかなというね、形で見ることできるんですが、皆さんがですね、あの、本試験のにおいて、あの、貸し出される、ね、えー、条文については、この改正後の内容が入っていますので、一応ねあの、改正情報ということで見ていきたいというふうにね、思いまして、用意をさせていただいているということ、先にインフォーメーションさせていただきます。そして、えー、行ったり来たりで申し訳ありませんが、1ページですね。 戻りまして、えー、税制改正はあくきの通りということでこれから三税目プラス今の国際課税の内容を見ていくとねいう予定でおります。で先にですね申し訳ありませんちょっと二点だけ、えー、まず二ページレジュメの二ページのですねこの繰越欠損金とねいうところの下から三行目ちょっとね同期という言葉は二度入ってしまって申し訳ありません下から三行目。 わりの方からですね31年3月期の,後のですね、を登記ってところだけ消していただけると助かります、誠に申し訳ありませんが1点、そこ、それからですね14ページ所得税のところになります改正点6というところです。14ページ 配偶者控除のところこちらの右側老人,対、えー、老人控除対象配偶者ですね、えー、こちらに関して3号というところになったのに申し訳ありません2号になっていました以上ですねちょっと先に直していただきたいところお話しさせていただきまして内容をという流れにさせていただければと思います。ここここでで申申しし訳ありままませんた、ま、たねあのここ来た時に申し上げますがでは 戻って法人税法、所得税法、消費税法、国際課税という流れで見ていきたいと思います。で、法人税法のところですね。えー、この二ページにわたって、まあこういう改正がありましたということを入れさせていただいています。 そしてこの改正点 1A、2A とね例えば収益の認識のところありますから措置法のところで特別集客のところですね改正点 2A というように、ね、ありますがそこについては少し、ね、あの補足ということで後で加えさせていただいていますのでまずこの、ね、ページ1ページ、2ページでですね内容を確認しましょうまず税率ですけれども23.2%ということで今回ねこの点改正がありましたということ。 まあ66条のね関して税率に関してはここだけとねえさせていただきます。から2つ目、ですね収益の認識もねあの会計の方で聞いてらっしゃるかと思うんですけれどもまあ国際会計基準に準拠したねえ収益認識にかかる新会計基準の導入を踏まえて税法でもここ、改正入っています。 で2行目の終わり、収益の計上の時期と金額、この認識についてです、ねえー、条文が新設されました、それが法人税法22条の2という条文です。22条もちろん生きてますよ、ねえー、22条の2というところに収益の計上に関してね、えー、1つ加わりましたと、で、租税はこれ、えー、下から2行目の終わりから平成30年4月1日以後。 終了する事業年度から適用ですからもう適用なんですね。会計ではねまだあの強制適用という時期、ね、33年4月1日以後ですからでその前なんですけれども租税ではもうね新しい内容に関して適用ということになりますので後でね見ていきましょう。以上、ね、まずよろししいでしょうか では2つ目特別商却特別控除というところで一、えー、つですねこの上の方ですが措置法の42-5、ね、高度省エネルギー増進設備等と、まあ、省エネ投資促進税制という内容が入ってきましたがこれすぐ下の行の従前の,あのエネルギー環境負荷低減推進設備等、ね、この特別商却から特別控除ですね。 これが廃止されて新たに入ってきたというまでですのでこれもね後で内容を確認していくことにしましょう。ですので、えー、この、ね、今までの内容が、えー、ちょうど真ん中ですね下から3行目30年3月31日をもってエネルギー環境負荷低減推進設備取得した場合の、ねえー、内容に関してが廃止されていますので4月1日からというところですね、えー、ちょっと入れておきましょうか。 この内容4月の1日からということになります平成30年、ね、4月1日からとそして特別工場に関してだけですけれどもその下、ですね給与等引き上げおよび設備投資を行った場合という内容ですね賃上げ投資促進税制と呼ばれるものですね。こちらに関して これも後で改正点3というところでですねもうちょっと内容についてドリルダウンして見ていきたいと思っていますけれどもあの今までの,あの雇用者給与と支給増加あの、ね、特別控除がいわゆる改正が行われたということで2行目のところですねじゃあまず大まかにごめんなさいどういう改正かと申し上げますと。 大企業向けといいいう言葉でここね入れさせててただいてます大企業向けつまり大規模法人向けの内容とから中小です、ね、のものと区分して規定見直しが行われましたとでこちらも平成30年4月1日以後開始する事業年度からの適用です。ので で今までのねその雇用者給与と支給額が増加した場合のこの特別控除15本試験での出題があるんですね。15本試験ですのでここまでは見ていきましょうということでね、はい、エレックの方ではテキストの方にも入れさせててていいいただいていますそしてまあ参考ということにさせていただきました2ページ上のところをご覧くださいあの雇用者数が増加したという場合の、ね、特別控除こちらもですねあの改正が入っているんですね。 で改正が入って、まあ、細かくあの改正の内容がですね、えー、なっていましてもうこちらに関してはあのー、ちょっと細かいのでもうテキストにおいてもちょっと割愛ということでですね、まあ、新たにご紹介しますとその地方活動向上地域において雇用者数増加した場合の特別控除ということでですね改正されたという形になっています。ここはねその改正が 雇用者数増加の場合も入りましたというご紹介ただ、過去問は、ね、あの給与と支給増加額に関してだけ今のところ出ていますのでそちらだけを、ね、見ていきましょうというふうに、ね、させていただきますでは繰越欠損金続けていきましょう大規模法人ですね、えー、工場限度額引き下げがやはりありました55%から50%にです、ね、今回変更入っていますので気をつけていきましょう。 で今のところはこの工場限度額の話2つ目のところこの繰り越し期間の延長というタイトルにしました。というのは今までね9年間の繰り越し工場を認められていましたけれどもちょうど米印のところの 2, 2行目にしましょうかね米印のところの2行目。平成30年 4月1日以降開始する事業年度において生じる欠損金については10年間になりましたなので延長というタイトルにしましたちょっとこちらの下の方ですみませんラインを引いてしまいましたでね、えー、ここをご覧になっていてちょっと見リハりつけるために。 で30年4月1日以降のところは開始今、ライン引いたところも開始さらに産業下がっても開始という言葉でも今まで学習してきたところって平成20年4月1日以後終了事業年度これ、私適当を書いてはいません。 こういう改正なんです。なのでね、えー、そこのところをまず一つ。ですから今までは二十年四月一日以後終了の事業年度についてはこの九年間の繰り越し控除が認められていたというところをですね見てきたけれども今改正が入ってでここで気をつけていただきたいのが波線引いたところなんです。平成三十年四月一日以後開始する事業年度において生じる ですから皆さんの本試験でいきますと下から3行目、並線のところ、ね、次すぐ行ってください、えー、下から3行目です登記を平成31年3月期とする本試験の場合についてはその登記、ね、ですから平成31年3月期に生じた欠損金についてはごめんなさい10年間の繰り越控除。 ということになりますけれども平成、えー、平成31年3月期に所得が出た場合の、その繰越控除については、9年前までの欠損金が対象になります。ということです、ここ。31年3月期に所得が出ました。 過去の赤字と損益通算したいといった時にその過去の赤字については9年前までの欠損金額が対象になりますよというところ、ね、ちょっと細かいけれどもねなんで10年になったんだろう開始終了って何で違うんだろうとねもしかしたらお気づきに、ね、すぐなられた方もいらっしゃるかと思いますがそういうことなんですということです。 でえっと繰越欠損金に関しては、もうここの説明で終了ということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。というね、改正が入っていますということです。ここまでよろしいですか。では次ね、長期カップ販売というところで、ちょっとタイトル引いちゃいましょう。あのリース上とは除。 とね、ですからリース譲渡に関してはこの内容生きているんです、ね、だからリース譲渡以外の長期カップ販売についてあの例の「延べ払い基準うんぬん」って話が 廃止になりましたということです。リース譲渡についてだけあの延べ払い基準、うんぬの話になりますよということです。もう理由としては、この1行目のところ、あの収益認識のね、会計基準、あのね、その新会計基準の導入に、ね、踏まえて、こういう改正が入ったということです。 だからあさらに2行下がって平成31年4月1日以後に行うこのね長期、えー、カップ販売についてはさらに2行下がりまして四角のところ行きましょうリースにに限定とと、ね、いうことになりますですからあとでリース譲渡のですねべ払い基準の計算どうなんだろうというところをね、えー、見ていくことにしましょうということでこちらは改正点4ということでリンクを貼ってあります。 そして参考のところです経過措置ということで、まあ、その30年4月1日前に、ね、長期カッパ販売を行っている法人に関しては35年3月まではでですね3月ま,で3月までにですね、えー、開始する事業年度においてはね現行の伸び払い基準を、ね、計算することはできますよとか。 からもうね30年4月一品ぴをね終了する事業年度において延べ払い記事をやめたといったときにはそれまでのですね繰延べカップ利益これはもう10年均等収益計上というようにですねここの経過措置は出ていますということを参考までに、ね、入れさせていただきましたそして法人税法の改正の、ね、最後の項目ということで返品調整引き当金 こちらに関してはもう廃止ということであの条文集をご覧になりますと法人税法53条削除ということで出ていますので何が削除かなってね思ってもいけないなと思いましたので入れさせていただきました一応、学習の、ね、対象には今までしていませんけれども返品調整引当金は廃止と、まあ、このようにですね税制改正がありましたということです。 ではやはやり、ね、あの会計でも今です、ね、その改正が入ってという話で、えー、少し見ていかなければならないですねという、ねえー、ところレジュメは3ページ今画面の方を映させていただいてます改正点1ということで法人税法22条の2という条文が新設されましたということで、ね、少しこちらで続きお話をさせていただきたいと思います。 理由は、ね、あの会計基準のということでそこまでの話はですねすみません会計の先生にね委ねさせていただきたいと思います。でこちらの新設された条文先ほどもです、ね、申し上げましたけれども租税においては平成30年4月1日以に終了する事業年度からの適用ということになりましたからこの、ね、22条の2は。 まあ本試験的にはちょっと勉強していかないと、ね、本法の規定ですから個別法の規定ですからいけないなということで、えー、見ていくというふうにお捉えいただければと思います。で括弧の1番なのに22条を入れてるんです私でこれ4項なんですね22条の4項今までと変更がありました。 どこが変更なのこのアンダーラインのところです、1行目の終わりから、別段の定めがあるものを除きという文言が22条4項入っているんですね。2項に規定する当該事業の収益の額及び全項、つまり3項、各号に挙げるね、ねつまり減価費用損失、この、ねえー、規定については、別段の定めがあるものを除き。 一般に公正だと認められる会計基準、え会計処理の基準に従って計算されるものとしますよと。なんで今回じゃあこのね、えー、改正で別段の定めがあるもの除きって入ったのかというと、ここでいう別段の定めはこれから見ていきます。二十二条の二。つまり収益の時期、収益の金額。 に関しては、別段の定め22条の2によりますよ。というね。改正が入ったというふうにお捉えいただければと思います。では、22条の2。今回は1項と4項だけのご紹介とさせていただくことねご了承いただければと思います。では、22条の2のところね、行きましょう。この1項ですね。2項もあごめんなさい。2個もそうなんですが、収益の計上の時期。 についての規定で1個はその原則ということになります。内国法人の資産の販売もしくは譲渡または役務の提供を格好飛ばします。まあ資産の販売等とこの後言いますとにかかる収益の額は別段の定めがあるものを除きまたここも別段の定めを除きとあるんですね。 ですがこここれ条文のまま入れてますけれども「全条4項除きますよ」つまり「全条ということは22条今上で見たところね「22条4項除いて」と。 別段の定め22条の4項は除きますがその他の別段の定めということで今日見ていきます、えっと、リース譲渡63条ですけれどもこれここに入ります。条ねリース 除いてちょっと読んでしまいますがその資産の販売等にかかる目的物のですねその後アンンダーライン引きます引き渡しから駅務、駅務の提供です、ね、の日の属する事業年度の所得の金額の計算上駅金の額に参入するとで今日は入れていませんけれども22条の2項、ね、あの駅金の額に参入するかどうかのあの規定はもちろん生きています。 ね、ただ、その金額と時期については22条の2に委ねるよですから、収益の益金参入の根拠としては22条の2項はもちろんこれまで通り根拠条文の一つになります。ですので、ちょっと飛びましょうか、ページ9ページ、ちょうどリース譲渡のところにですね、9ページです。 改正点の四番の原則のところをご覧ください。ですので、二十二条の二項と、それから二十二条の二の一項。これが原則として、根拠条文になりますということです。どうぞ、ここまでよろしいですかね。 で行ったり来たりで恐縮ですが3ページ、画面の方戻らさせていただきます。時期についてもうちょっと見ていきましょうということで四角のすぐ下ですね時期の認識とねタイトル打たせていただいているところですから真ん中からいきます、1行目の法人税法においては原則的には引き渡し基準です。でこれれ今ままででではは通通達達にあったんですけれどもつまりは通達の格上げで 個別法のほに乗っかってきたということを、まあ、例えばということで、ね、出荷日とか研修日とか使用収益開始日とによって,によってです、ね、でまた、益務の提供については資産の、ね、貸し付けも含みますよということになります。で、このあとがのあとからはですねいわゆるこの時期の。 今見た原則にに対すする特例に関してて入れていますちょっと読んでいきますと収益認識会計基準にしか従っていれば引き渡しの日に近接する日の属する事業年度の確定決算で収益経理すること例えば契約効力発生日とか敷地生産所到達日とか検診日なども容認されますとこの「例えば」からのところからね「2項は時期の特例だ」というところまで ちょっとラインをね入れておくようにしたいと思います。ただカップ基準による回収日はそのねここで融金接する日には該当しないということも、まあ今日ねちょっと長期カップに関して見ていきますので一応入れておきました。 以上ですね時期の認識という規定が、まあ、つまり1項、2項で原則特例としてあってそして収益計上の金額の規定これが4項そしてこれはやらないでねっていうのが5項にあります。でまあ、新会計基準ではということで、ね、解説のところをご覧ください。 ちょっと条文読めなくて申し訳ないんですが、括弧の中、値引き、割り戻し、貸し倒れ、買い戻し、つまり返品、ねえー、この可能性のある金額が含まれる場合、その見積もり金額ですね、控除した金額収益計上と、まあ、新会計基準では、この2行目の真ん中から、こういった見積もり額控除した金額収益計上することになりますね。 ではちょっと税法なので今は税法ではじゃあどうなのということで、ね、続き一方の後値引き割り戻しについてはその時価を正確に反映させるための調整としてこの会計上のいわゆるもう、ねえー、見積額を控除したネットの金額、ね、これを認め,る認めますよとこれがあ今、ねえー、お示しさせていただいている4項の規定にあるということです。 ですが貸し倒れと買い戻しつまり返品については会計上ネット処理してたとしてもそれは税法上はちょっと認めませんというのが5項に入っているということです。それはネットにしないでよねと ね、いうような形でね、改正が入りましたということです。以上、まずね、改正点の一つ目、ここまでよろしいでしょうか。では、ちょっとスピードあって申し訳ありませんが、続けて改正点の二番目ですね。レジュメの四ページ。 まあのえー、タイトルのと、えー、そり省エネ投資促進税制ということでこちらもですね特別集却と特別控除の規定がありますということで、えー、括弧の1、特別集却括弧の2番です、ね、特別控除ということで、まあ、ここ、措置法の改正ですから計算中心ということで入れさせていただきました青色、えー、申告法人もちろんなんですけれども。 ね、措置法の、ねえー、特別な規定ですからねその前に、ね、特定事業者等であるということで、まあ、いわゆるちょっとね、えーまあ、ここの下の方にですに、ね、入れさせていただいてますけれども認定受けた事業者には限らせていただきますがという形で、えー、改正入っています。まあ、あとはよろしいでしょう特別償還、えー、限度額ですね特別償却割合については30%とから特別控除についてはあここ中小だけと。 で、控除限度額が七パーそして基準額、税額基準額が二十パーいずれか小さい金額という流れになるとねいうことです。そして三番目ですね、改正点の三つ目、まあ雇用者給与と支給ね増加の場合のですね、内容が一回本試験で過去十五年に出題があったということで入れさせていただきました。でこちらは最初のね項目でも見てい 言った通りですね大企業向けの内容と今5ページです、レジュメね5ページ、それから右側ですね、中小企業向けということで、少し大きく、ね、変わりましたというところ、一つご紹介。 でまあ、タイトルに、ねえー、給与等引き上げからあ設備投資を行った場合ってあるんですけれども中小の方はは、ね、給与のが上がったかどうかの判定とから、まあ、あとは教育訓練要件というのと経,、えー、経営力向上要件というものがあるまでで設備投資の関係の要件はです、ね、大規模法人のところだけということですみません、適用要件の2番目ちょっと色分けするのに。 投資要件というのがですねこれ大企業向けだけ、まあ、こういう判定が入りますということです。で適用要件のところですねちょっとね大企業向け戻りまして賃金要件というのとこの投資要件というのとから教育訓練要件というね3つの要件があってまあどれを満たすかということによってですね税額控除限度額が異なってくると。まあ、賃金要件に関しては えーまあ、つまりはですね、えー、この継続雇用者という言葉がありますけれども前期、登記とですねその前期間において継続して雇用がある社についてだけ見ていくよとで前期とですね比較して、まあ、つまりは対前期前年度ですね継続雇用者、給与等増加割合が3%以上で投資要件のところですね、えー、その登記にですね 投資したものですよねいわゆる減価償却資産にねこれがその減価償却費総額の90倍以上で教育訓練に関してもそのねここは前期前々期なんですけれどもね教育訓練費のね平均がそのね平均の1.2倍ね当期教育訓練費に要しているかどうかという要件があって でちょっと特別控除額の計算のところ、すみません、入らさせていただきます。色分けしておきますね、この賃金,あごめんなさい賃金要件と投資要件、ね、この2つの要件を満たす場合には、税額控除限度額の割合15%、すべての要件を満たす場合には20、20%という形になったということです。まあ、合わせててパーーセンテージのところもこう丸をつけておきますね で税額基準額の方は6ページ目一番上いってください法人税額の20%そしていずれか小さい金額と、ね、いうことになります。でこちらに関してはではね画面の方六6ページ移らさせていただきますが適用制限とあるところですね、まあ、次のねいずれにも該当しない場合ということで、えー、書き出しさせていただいてますが次の,ってここの2つね。 当てはまらない場合にはもうレックの方では先に、ねえー、私、レジュメの方でですね前年補足させていただいてみていますこの地域経済・県営事業のですね促進区域内における特定事業用機会と特別税額ですねまたは特別,あごめんなさい特別控除ですね。 ここの内容と、それから試験研究費の特別控除ですね。この規定はね。適用は制限されますよ。というようなね。あの制限も少し入ってきてるとまあ、今日はね。ちょっとここまでご紹介とさせていただきます。まあ、ただしというね。下のところですけれども、まあ、当期の所得が前期の所得以下であるときにはねえーて。 ごめんなさい適用制限の対象外と今適用制限青で引きましたけれどもつまり青の逆ってことですよね対象としていいよということで見ていただければと思います、まあ、ちょっと細かいところまで見させていただきましたで中小企業向けのところはね、まあ、あの参考ということで、えー、今日のところは見ておいていただければと思いますでとこちらについて例題を入れさせていただいていますので7ページ8ページで。 ともですね今日の内容を確かめたいということでね、えー、あればあのこちらの説明使ってですね例題使って、えーね、確かめしておいていただければと思いますでは続きまして、えー、次のテーマ入らさせていただいてよろしいでしょうか22条の2の時にですね少し見ましたリース状との関係法人税法63条。 こちらがですね、もうリース譲渡に限定の規定になりました。で一行目からちょっと見ていきますと、そのね税法上資産のね譲渡、えー、等にかかる損益。これは引き渡しの日、これが原則ですねと。これ二十二条の二の一個のところでもね、見てきました。まさに引き渡し基準が原則ですねと。 ただ、リース上等ですのでいわゆる貸し手の立場ねあの今までのリース取引のテーマのところで見てきたのはあれ、借り手の立場ですよね、ファイナンスリースとか、まあ、あの時としてセー,ラ、ね、セーランドリースバックとかということで見てきたのはあれ、借り手。今回これ貸し手の立場ねだから、リースなのでその取引の形態が一定期間にわたる。 そういう特殊性があるじゃないですかとですのでそのね納税資金の面を考慮する観点からも一定の要件もとに延べ払い基準を特例として認めていますということですその内容が63条に入ってきてると 1>, で1つ目通常の延べ払い基準の方法これは今までと同じ2つ目リース譲渡にかかる延べ払い基準の方法3つ目、ね、そのリース譲渡にかかる延べ払い基準の方法の特例もかっこの2のね計算の特例というふうに見ていただければと思います。 でですので通常の延べ払い基準の方法ですねすぐ下に行っていただければと思うんですが今までと同じです、それがそのリース譲渡にかかる対価の額とかね、いうことに変わるまでであとはね、同じということです。そして、括弧の2番リース譲渡にかかる延、ね、べ払い基準の方法でこの収益の額の計算方法のところですかね。 ちょっと利息を、ね、考えてリース譲渡にかかる対価の額から利息相当を差っ引いてその上でで、すね、まあ、つまり当期の月数分に安分してでその利息相当つまり受け取り利息ってことですよねそれはきちんと加えた上で収益の額にしてくださいという計算の流れになると。 で一方ですね、費用の額に関して10ページ、レジュメの方を映させていただきます。原価の額、でこちらをですね、まあ、その事業年度におけるリース期間の月数で、半、えー、分して計算をしてで、今の収益の額と差し引きして、飲め払い利益を求めていくということになります。 で今のです、ね、リース譲渡にかかる上払い基準の方法9ページ下すみません戻らさせていただきますがこの括弧の中の利息相当額ここの計算がではすみません10ページいきます3番目の方法のところここの計算が特例の形は対価から原価さーターた20%とあとは同じということになります。 で会計の延べ払い基準、延べ払い利益と税務上の延べ払い利益と比較して、差異があれば、形状漏れで加算、もしくは課題形状で減算という税務調整ということになりますということです。以上ですね。リース譲渡について、でリース譲渡の例題は十一ページに入れさせていただきました。でこちらに関して、括弧の四番のところですね。 下から3行目通常の延べ払い基準の方法での例題入れさせていただいています。まあ、こちらは今まで通り、まあありこのパターンをまずはしっかりとですね押さえた上でということで見ていっていただければと思います。であとは個別法の規定ですのでまあ計算とから理論ですよね。 聞かれる可能性はあるということでいないといけない改正点だということで以上をもちましてまずは法人税法ですね。の改正のお話とさせていただければと思います。では恐れ入りますが続けて13ページ所得税法入っていくことにしましょう。所得控除の関係の改正です。でこちらもあの 返品調整引き当金ね入れておきましたというのは条文書開いたときに所得税法53条削除あれなんだっけってねあの思われてはいけないなと思ったので、えー、そのためということで、えー、ここは見ておいていただければと思いますでは所得控除いきましょう3つ障害者控除配偶者特別控除配偶,者、えー、配,偶者配偶者控除配偶者控除配偶者特別控除ね3つね79条83条83条の2と。 でえー、障害者控除って、ね、思われた方いらっしゃるかと思,う思いますが内容は変わっていないなんですただここの条文の表現が一番下この枠のね79条「同一生形配偶者」今までは「控除対象配偶者」という言葉でですね79条入ってたと思うんですけれどもここが「 言葉が変わったということでですね、まあこれも改正ということで入れさせていただきました。じゃあこれ一体何なのかとね。えじゃ今までは控除対象配偶者だったのに、なんでってね思われた方いらっしゃると思うので、この次のところをご覧ください。配偶者控除がですね、その居住者が一せ、所得ですね。居住者の所得が一千万超える者。 については、これ配偶者控除適用できなくなりました。だからなんです。ですみません。もうね、右側行きましょう。配偶者控除改正点六のところ。控除対象配偶者これ所得税法二条一項三十三号の二。ね でえーね、定義されていますが同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万以下である居住者の配偶者が控除対象配偶者ということになったため障害者控除はどうでしょうその所得で制限されるのは酷じゃないですかということで障害者控除に関してはその居住者の所得で ねえー、制限するっていうのは国じゃないですかとですから一千万を超える者についても障害者控除の適用はして差し上げないとということで障害者控除のですねその対象者がその同一性系配偶者という、ねえー、言葉が入ってきたというふうにここをお捉えいただければと思います同一性系配偶者または、ね、扶,養親族かあ扶養親族が障害者である場合と ですから控除対象配偶者は、ね、その居住者が1000万以下の所得である社の配偶者と、ね、いうことに変わりましたとということですそして配偶者特別控除はこの1000万超える社については適用なしこれは今までと同じですでも入れておきました下から2行目の終わりから改正前と同じで適用ないのところだけブルーにしたいので。 合計所得ですね失礼しました1000万超える居住者については配偶者特別控除適用はそれは変わらずありませんということただ対象となる配偶者の所得金額が変わりました配偶者の、ね、合計所得が38万超えて123万以下と改正前も入れておきましたここ細かい内容なので。 38万を超えて76万未満が今までだったとだから少しね広がったというふうにね見て頂ければと思いますで先ほど失礼しましたあっ、えー、ごめんなさいもう一つですねはいえっ、ー、と70歳以上のね 配偶者に関しては、老人控除対象配偶者と、で、こちらが所得税法二条一項三十三号の。三なのに、ここね、誠に申し訳ありません、お見せして訂正申し上げます。控除対象配偶者のうち、七十歳以上の者と。いうふうに定義されています。今日ですね、その対象が誰かということ、ね、追っかけるの少し大変かと思いますけれどもね。ここが変わっちゃったから。ね。 ででもも理屈とともにいかかがでしょうかね今のところで。ではちょっとまた13ページ戻って、えー、障害者控除のところですねその適用要件が居住者本人もちろんから同一性系配偶者から扶養親族とが障害者である場合というのが障害者控除のですねまずは要件と。 であとは、ね、あの同じですので下は入れ,、ね、入れておきましたこの同一性系配偶者という,、ね、いう言葉に変わったというまでです。であの説明も入れておきました。で一番下の、ね、説明例題ですけれども。 まあこの居住者本人1000万ですね所得があるんですと長男500万でも所得があるんですね、えー、障害者手帳2級のね交付は受けているんですけれどもね。なので長男はねえ別に扶養親族ではないので本人のねえ居住者へ一般の障害者に該当するということですから本人のですね障害者控除だけということで27万円ということ,うことになっていますそして配偶者控除ですね ここあの見方を間違えないように左側が居住者の所得金額、だからちょっとレンジのような形でですね38万になるか26万になるか13万になるか止また70歳以上の、ね、配偶者であれば48万になるか32万になるか16万になるかというような形に変わりましたよということです。 下の例題を、ねえー、見ていきますと1つ見ていきましょうか、ここの例題のですね、えー、この居住者 A は所得が900万ということで900万以下に該当、ね、ここで900万以下に該当あ、ここに該当だなとこうですねで資料の方を見ていきますと75歳で。 事業所得と一時所得があって、計算すると38万ということで、計算過程を見ていただければと思いますが、なりますので、えー、所得がですね、ですので、まあ、70歳以上ということで、48万の配偶者控除ということになると。 この、えっと、配偶者に関しては配偶者控除を受けられますのでただ70歳以上なので48万という,、ね、いうアンサーになっているということです。では配偶者特別控除ですねでこちら83条の2に規定がありましてこの括弧の1の控除額の計算この通り規定が入っているんですね83条の2ね。難しいですよねこの計算ね。 まあちょっと見やすくということで居住者の所得金額が900万以下2番目が900万超えて、えー、950万以下と3番目ですね、3のところが950万超えて1000万以下と。で、こちらはあの、即算表を入れさせていただきました、今日はね。 このの横が居住者の所得金額ですから気をつけてくださいさっきね配偶者控除の方はこの縦のところですね居住者の合計所得金額を入れていたんですけれどもあの改正の内容ですね税制改正の国税から出ているこの表なので今日はこの形にさせていただきました。 で他店が配偶者の、ね、所得金額ということで、まあ、合わせていってというような、ね、形で計算をしていくと、まあ、即算表でまずは計算しで最後の最後に抑えるとしたらこの、ね、所得900万以下の方で配偶者の所得が、ね、85万を超えて120万以下である配偶者の計算のところですかね。 まあここを押さえていくということになるのかなと最後の最後ですね。ゲート右側にですねレー入れさせていただきました。まああのちょうど配偶者特別控除ということでちょっと見てみようということであれば問い二のところですね。あの復習の中でちょっとね、えー、解いて見てみていただければと思います。 ではあちょっとねスピードがあって申し訳ありませんが消費税法ですね続けて見ていきたいと思います画面の方はレジュメ十七ページ三番目からご紹介させてください消費税十七ページですねここはもうあの法人税法で見たところと同じなんですがあの。 消費税でもですね関わってくるので入れておきましたあの同じようにつまりリース譲渡に限定というふうにです、ね、消費税法になっています16時を見ていただくとですねあなるほどなって、ね、思っていただけると思いますので一応そのご紹介ということでね入れさせていただきました。であの消費税は あのそんなに改正がないんですね種類として。ではちょっと上2つで一番上は、うん、ちょっと細かいかなどうかな施工例の内容なのでどうしようかなと思ったんですけれどもちょっと内容の方を見ていきましょうここで。括弧の1番 振替期間またはこれに類する外国の機関、まあ、これまとめて振り替え機関と、ね、こ,こ,のここから先は申し上げますが取り扱う権面のないつまり証券のないですよね有価証券についてはその振り替機関の所在地で判定と。ということはその国内取引国外取引っていう判定に関わってくるね改正なんですよね。 でそれ以外のということで、括弧の2番ですね、その県面のない有価証券については、その有価証券にかかる法人の本店、主たる事務所の所在地で判定してくださいというふうに変わったんです。でこれが4月の1日からです30年ねということは、ということで見ていきましょう、18ページ、先に改正点8番から。 今まではその要は、株券の発行がされていない株式の場合にはその所在してた場所っていうのがなんか要はよくわからないということですよね。なんか宙に浮いてるような感じで,で存在しないのでその有価証券の所在,所在地という、ね、判定をすることができなかったと。 ですからじゃあ例えばということで2行目の真ん中からその株券発行されていないこれです外国法人の株式これを内国法人が譲渡したというような場合にはその譲渡の時にですねその資産の存在してた場所が結局なんかその中に浮いているように分からなかったのでその譲渡にしたから2行目ライン引きます。で譲改正前のね譲渡を行う者 のその譲渡にかかる事務所等が国内であれば国内取引に該当しあの課税売上割合の計算で分母に加算するっていう必要が今まであったのが改正前の話ところがこれできちんとその振り替期間の所在地なり それも分からなければその有価証券に係る法人の本店もしくはねえ主たる事務所で判定していくよということになったことでもう結論だけすみませんライン引かせていただき振り振替機関の所在地であれば改正後の上から2行目国外取引になるしからその有価証券の所在地あ法人ねその有価証券いわゆる発行してる法人の所在地ということであっても 外国法人の株式であれば国外取引になるからいずれにしてもあれです。課税売上上割合の計算算分母に加算すするる必要がなくなくんですねということでちょっとここ細かいかなとは思うんですけれども本試験のねちょっと細かさを見るとまあ会計士試験的にはここは押さえてもいいところなのかな と思いまして今回ですねちょっとあの改正の内容というご紹介で入れさせていただきましたでは戻りますすみません17ページ2つ目あの外国人旅行者向け消費税免税制度ですねこれはの消費税の8条というところに規定があってまああの街で歩くとね今あの ありますよねあの免税店ですすよよとかね該当しますよとで少しその30年7月に日ークに行われる課税さんの譲渡等について変わりましたという内容が18ページ今まで一般物品と消耗品分けてたんだけれどもその分けるね基準がまあその外国の方にとっては分かりにくいっていうことでもう合わせてということになったということです。 ですのでまあ改正後のところだけですね。まああの復習の中で見ておいていただければと思います。であのここでね合算で5000円以上合算ってこの一般分品と消耗品合算で5000円以上50万円以下と金額入れてありますがこれ税抜きね補足しておきますね税抜きね。ですのであのまあ消耗品の要は。 今までは規定の方が厳しかったこちらがそのまま後は来ているというような改正です消費税ですね以上そしてすみません最後国際課税いきましょう19ページあの高級的施設の定義の 見直しということで法人税法でいけば2条12号の19所得税法でいけば2条1項8号の4それから消費税法は4条4項今日挙げていますがここあの課税の対象の,あの特定仕入れのところにね高級的施設については要はこの規定ですね見てねということであるんですよねなので入れておきました。 でまあ大原則としては変わっていませんということで上2行グリーンでライン引いておきます日本国内において外国企業がその経済活動を行う場合に恒久的施設なければその企業の事業所得に課税しないというのがあくまでも国際課税の原則にはなっていますよと。 ただじゃあ今回どういう改正かというとその外国企業がその高級的施設に認定されない活動のみをあえて行うようなねなんか高級的施設認定逃れみたいなね、えー、ことがちょっとあったので少しここは厳しくさせていただきますよ。で 下もうね、ライン引きましたけれども、31年1月1日以後開始する事業年度なので、本試験においては、その事業年度ですね、関わってはきませんけれども、あの条文ではこちらの新しいものできますから、改正前と改正後の比較表を入れさせていただきました。えそうですね、建設、PE、だけ違うんででですねあとは同じでいわゆる政令の方で ね、あのちょっとこれはこういう時は P に該当するよとかね、いうことで入っていると、視点、まあの方なんですけれども、た改正後の方ね、ちょっとポイントだけお話しさせてください、改正後の方で、例えば米印のところから、保管とか展示とか引き渡しとか、そういう、ね、特定活動のみについては除くけれども。 なんかでもその活動がそのね外国法人の事業遂行にあたって準備的で補助的な性格とは言えないものだからここも実質的に判断してその時には恒久的施設に該当とさせていただきますよというようなね改正が入っていると。から建設 p これも17本試験で一回理論で出てるんですね改正前見ていきますが1年を超えてという文言がここあったと。 なななくくっっててるるんんでですす改正後じゃあどうするのということなんですけれども米印のところそのいわゆる12月を超えてのその建設工事現場についてねその高級的施設認定回避目的でその契約期間をこう分割しているような、まあ、だからあったんでしょうねこういうことがね。それは合算して判定させていただきますよという改正。 からちょっと難しいですが代理人 P のところですねやはりここも米印のところこのね、えー、独立代理人って方は除きますっていうね、えー、ことにはなっているんです独立代理人っていうのは問屋さんとか仲立ち人とかそういうその独立の資格を有して代理行為をですね、えー、行う者のことなんですがやはりこちらも実態実質をね、えー、着目してちょっと下,下から3行目からいきます。この、ねえー、独立代理人 なんだけれどもそのもっぱらまたは主として関連企業に代わって行動するという者はそれは含めますよ。ね除くとある、これ、あの青の逆ね、独立代理人を除くの逆ということでこういう方は、いねもちろんもうこれは高級的いい施設ということで代理人 P に入れますよと。から飛ばしてる波線のところ、まあ、所有権移転に関する契約の締結。 こういうことを行う社に関しては追加させていただきますよと。まあだからこちらもですね、やはりその高級的施設認定逃れがあってという改正が国際課税関係に入ってきたと、以上になります。で、このあと21ページから25ページにわたって、これ、更新させていただきました。 グレーの箇所は出題頻度の高いテーマということで見てください18本試験の内容も入れて、えー、今日、ですお、ね、渡しさせていただきます。やはりね、なんかあの租税法の試験も12年、13年と続いてきてあの過去に、えー、ここ出るのっていうようなねあの例えば基本通達の内容だったりがなんか2度目。 こう出てきたりとかということがねえ。ここ数年ここ2年ね3年続いてるような形でありますので、まあ、参考になればということで入れさせていただきました。では、ちょっともう長くなってしまって申し訳ありませんが、あ、最後カメラ切り替えさせていただきまして。え、租税法改正論点の概要講座以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。